はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、不動産鑑定評価基準の1回目の解説をさせていただきます。で、まあこれからお話しするこの不動産鑑定評価基準の内容については、不動産鑑定に関する内容なんだと考えていただければ大丈夫です。で、今回お話しする内容は、価格形成要因についての内容です。どのような要因から不動産の価格は決まってくるのかというところです。これについては大きく分けて3つあります。この3つから不動産の価格は決まってくるんだよという話です。一つ一つ見ていきます。まず一つ目が効用ですね。どんな使い方ができるのか。例えば100平米のある土地があって、この土地については容積率が 100%。で、隣の土地は同じ100平米なんだけれども、容積率は 400% でした。といった場合、この場合、どのような使い方ができるのかというと、一つ目の容積率 100% については、まあ基本的にはまあ2階建てぐらいの建物しか建てられないんですよ。で、一方で 400% の土地については、もうビルとかを建てることができるようになるんですよ。マンションとか。となってくると、2階建てしか建てることができない土地と、マンション、ビルを建てることができる土地、どちらが価格高くなるか、同じ面積であったとしても、やはりマンションとかビルを建てることができる、こっちの土地の方が、不動産の価格ってやっぱ高くなるんですよね。まあこれは賃貸を考えたらわかりやすいと思います。戸建てを建てて賃貸する場合と、マンション建てて、それを一つ一つね、複数の方に賃貸する場合、どっちが多くの賃料入るかって考えたら、やはりマンションの方が賃料たくさん入ってきますよね。となってくると、やはりこちらの容積率 400% の方が一般的には不動産の価格は高くなってくるんだよ、という話です。で、二つ目、相対的希少性。まあ、どれくらい珍しい物件なのかというところですね。例えば、すごく眺望がいい。まあ、そういった土地。そういった土地ってすごく珍しかったりするんですね。そうすると物件の数もやっぱ少ないんですよ。例えば海が見えて、富士山も見えて、まあそういった物件ですよね。そういった物件っていうのはやっぱり数が少ないので、不動産の価格も高くなるといったイメージです。で、三つ目、有効需要ですね。これは欲しがっている消費者の数がどれくらいか。欲しがっている消費者の数が多ければ多いほど、不動産の価格ってやっぱ上がってくるんですね。まあ需要と供給の関係って考えていただくと分かりやすいと思います。欲しがっている人がたくさんいて、物件が少ないとなってくると、やはり不動産の価格って上がってきます。逆に不動産たくさんある、欲しい人は少ないとなってくると、不動産の価格は下がってくる。といったイメージです。こういった1から3の要因から不動産の価格が決まってくるんだよと、まあいう話ですね。で、続いて、この1から3の内容、これに影響を及ぼす要因があるんですね。つまり、今からお話しする内容、これに影響して、効用とか希少性とか、有効需要とかが関係してくる、まあ決まってくるというのかな。まあそういったイメージです。大きく分けて、一般的要因と地域的要因と個別的要因があります。一つ一つ見ていきます。まず一般的要因。これは経済社会に関係してくる話です。例えば、家族構成が変化してきた。もうだいぶ昔になってきますけども、一つの家に、まあ、3世帯住むんですよね。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、私、みたいな。まあ、いわゆるサザエさんみたいな感じですね。そういった家族構成だったんですよ。昔っていうのは。でも今っていうのは、一人で暮らしたりとか、または自分とお父さんお母さん。まあそういうちっちゃな家族がやっぱ増えてきてるわけですよね。そうなってくると、例えば 6LDK とか 5LDK とかの需要ってやっぱ少なくなってくるんですよね。一方でワンルームから 3LDK ぐらいかな。このあたりの需要がやっぱ増えてくるわけですよね。もう 5LDK とか 6LDK って別にそこまではいらないっていう話なんですよ。まあそのようなイメージですね。あと税負担。これ税金の負担がもし下がるといった場合、じゃあ買おうってなりますよね。そうすると有効需要も増えてくる。需要がどんどん増えてくるって話ですね。補助金とかもそうです。政府が補助金出しますよ。そうなってくると、じゃあ買おうかってなるわけじゃないですか。
これも有効需要に影響してくるという話ですね。続いて地域的要因、ある地域についての要因です。例えば交通施設、ある地域についてはバスが全然通っていない、電車もない、まあそういった土地だったとします。そうするとやはり欲しがる人も少なくなってくるわけですよね。あと上下水道の設置、まあ通常は上下水道ってついているのが普通なんですけども、上下水道が設置されていないような地域ってやはりちょっと山に行ったりとかするとあるんですよね。まあそうなってくると、やっぱそういった土地っていうのは価格がやっぱ下がってくるといった感じです。また一方で近くに大型商業施設があるような、その周辺の地域ですね、そういったところっていうのはやっぱり人が欲しがるわけです。でそうなってくると不動産の価格が上がってくるとか、まあそういった感じですね。で次、個別的要因、その不動産特有の要因ですね。例えば土地の形が悪いとか、まあ通常四角であれば使いやすいんですけれども、例えば三角形の土地ってなってくるとすごく使いづらいんですよね。そうなってくるとやっぱり価格は下がるんですね。同じ100平米であったとしても、四角の土地と三角の土地になってくるとやはり三角の土地の方が価格は安いと、まあいった感じです。あと土壌汚染ですね。まあ通常土壌汚染はないんですけれども、土壌汚染があるような土地もあります。まあそういったところは不動産の価格が下がると。また道路に接していない、公道に接していないってなってくると、やはりそれで価格は下がってきたりします。まあこのようなものが1から3の内容に影響してくる。でそれによって不動産の価格は決まるといった感じです。なのでこっちの要因が1から3に影響を与え、で1から3から不動産の価格が決まると、まあいったイメージですね。まあこのあたりも試験で問われてくる部分なんで、ぜひですね頭に入れていただければと思います。特にこの3つの言葉はしっかり頭に入れておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。